はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕は今浅草のうんちビルの前に、前じゃないけどうんちビルの向かい側に来てるんですが、今回からですね、東京メトロ企画ということで、東京メトロ全部で9路線あるんですけど、その全部9路線を1日ごとに分けて紹介していきたいと思います。じゃあやっていきましょう。ありがとうございます。もうすぐ東京メトロ企画ですよ。東京メトロ企画、まあ散々もう東京に住んでたら絶対にお世話になる路線だよね。東京メトロ9路線あるんだけど、大杉君その中で一番どれがゆかりがあるというか。一番ね、よくなるね、有楽町線。あ、有楽町線か。ああ、なるほどね。僕も奇遇でね、一番好きな路線副都心線なんです。副都心線か。あの辺が面白いよね。多分有楽町線副都心線を紹介するのは後半の方になると思うんですが、今回はとりあえずまずは銀座線を紹介したいと思います。銀座線は浅草から渋谷まで走ってるので、じゃあまずはここ浅草から銀座線に乗っていきたいと思います。じゃあまずは東京メトロの1日券を買っていきましょう。よし、じゃあここで1日券を買っていきましょう。1日券はお得な乗車券ですね。で、東京メトロ24時間券ということで、一応1日券というよりかは24時間使えるってことなんですね。銀座線の紹介をしていきたいと思います。銀座線っていうのは日本で一番古い地下鉄なんですね。一番最初に開業したのは上野から浅草間ということなんですが、ここから銀座を通って渋谷までを結ぶのが地下鉄銀座線です。で、まあなんだろうな、神田とか上野とか、あとは新橋とか山手線と結構乗り換え駅が多いので、まあ、山手線と並走して走る区間が意外と多いのが特徴的ですね。じゃあ、下に降りていきましょう。こちらが銀座線の車両一線系です。一線系っていうのは昔まで走ってた銀座線の車両をイメージして作った車両なんですが、まあ、車内は完全新車ということですね。じゃあ車内の様子も見ていきましょう。じゃあ車内に入りましょう。亀池山王駅で銀座線を下車しました。で、つい最近設置された
01系の自動販売機ということで、あの普通の通路にこんな自販機があるんですね。すごいね、これ方向幕とかもちゃんと入ってるということなんで、これおそらくまあ01系現役時代に使ってた本物のやつなんでしょうね。で、退職した車両が自販機に再就職ということで、まあ、こんな感じで昔まで01系についていた車両の番号とかがここについています。でライトとかもこれ電気がついてる。これライトついてんのかな。あ、ライトついてんね、すごいね。あ、でなんかひたすらなんか音が鳴ってるって感じですね。で東京メトロの紋章も入っています。じゃあせっかくだから何か買いましょう。まあ、全部コーヒーしかありませんがね、じゃあ買っていきましょう。表参道駅で下車しました。でこれ表参道っていうのは銀座線とあとは半蔵門線が対面で乗り換えられるんですね。一応渋谷もどちらとも行くんですが、渋谷だと銀座線は地上の階に出て半蔵門線は地下の階だということなので、まあ、両線を乗り換えるんであればこの表参道が便利ですね。参ります。黄色いブロックの内側でお待ちください。電車とホームの間に開放できるようになります。足を引き続きください。4人ストレート4人アサクサ is arriving at track 2 the yellow warning blocks。 あ、そう、車内全然違うな。どうなってんの。
浅草行きです。以上、東京メトロ銀座線の紹介でした。銀座線っていうのは他の会社線と直通運転をしているわけじゃないんですけど、特別塗装の車両がいたりとか、あとはまあ銀座線の01系の自販機があったりとかで、結構鉄オタ的にも面白い要素はあると思いますね。じゃあこの動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。明日は丸の内線です。